はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はね、デッキ紹介やっていきたいと思います。今回紹介していくデッキなんですけども、木星北斗の、降臨する、バージョンということで、降臨する木星北斗っていうことでやっていきます。まず今回のキーカードが、これですね。翼竜王ジークリトベール、このカードを使ってデッキ組んでみました。まずこのカードね、9コストなんですけども、降臨条件持ってます。降臨で、コスト6以上のお互いのアタックステップの降臨で、さらに降臨時効果で降臨中の自分のスピリット全てを回復、させるということで、このカード自分自身回復できるんで、ソウルコア1個で自分のスピリットを1体回復できるっていう、言い方を、言い換えればそういう、感じの効果を持っております。なのでこのカードを使ってデッキを組んでいきたいんですけども、まずね、バトルスピリッツは5点ライフを削ったら勝ちなので、まず単純にみんな思いつくと思うんですけども、こういうダブルシンボルの、イマジンブレイブが最近登場してるんで、こういうダブルシンボルのブレイブに対して自分のスピリットを合体してると。でこのスピリットでアタック宣言してる時に、ジークリトベールに降臨すると、このカード自分自身回復できるんで、回復して、アタック継続中で3点パンチで、さらに回復してるんでもう1回で3点パンチで、合計6点ですね。これで、相手のライフを削ろうっていう、デッキになってます。でこれを、限りなく成功させたいというか、早いターン中に決めたいっていうことで、こんな感じになりました。内容こんな感じですね。でまずこのコンボの決めの、カード、ジークリートベールが3枚入ってます。で次に、吹き流しですね。診断のカードですが、降臨条件コスト5以上の降臨で、降臨すると、自分自身このカードを回復させて、さらに1コアブーストするっていう効果を持ってます。なのでジークリートベールの、4枚目、5枚目の代わりとして入ってます。ただ、コスト5と合体するんで、13になって BLG で止まるっていうのもあるんです、あるんですが、2枚の採用です。で次に、ジオシルフィードですね。ジオシルフィード、診断のカードですね。降臨で、自分自身乗っかれるっていうのもあるんですが、ハンドリバースですよね。このカード自分自身、降臨した時に自分の手札すべてを捨て、相手の手札の枚数分ドローするっていうことで、スピリットバージョンのハンドリバースが1コストで打てるよっていうことなので、今回のドローソースとして、3枚入ってます。で次に、北斗緑3枚と、信長のゼウシス3枚ですね。ここですね、ベールでダブルシンボルというかトリプルシンボルで決めたいんで、早い段階で、コスト6以上のスピリットカードと、こういうダブルシンボルのブレイブを場に揃えたいので、緑でそうやって場に揃えるっていうことは、北斗一番ね、北斗を使って出せば一番早いのかなっていうことで、今回北斗3枚の、ゼウシスが、2枚の採用にしました。リバイバルというか過去のカードなので、なんだっけ、BP がね、9000、レベル3で9000ですよね、このゼウシスが。で、北斗の方もレベル3で1万1000、低いと思うんですが、降臨してしまうので、元のスピリットのコストやね、効果は関係ないと思うんで、とりあえず降臨する下敷きになるための、北斗が3枚と、ゼウシスが2枚、そんな感じの構成になってます。で次にエウィップリバイバルが、3枚ですね。戦場息づく命が入ってるんで、メイン、コアステップ中の、コア増加が望めないデッキなので、召喚時でコアを増やそうとエウィップ3枚の採用です。で次にダンデラビット入ってるんですけども、ダンデラビットね、正直変えたい枠なんで、っていうかね、成功を持つスピリットはコンパスミンゴぐらいしかいないので、他のなんか召喚時とかでコアブーストできるスピリットに変えようかなって思ってます。そんな枠で、3枚。で、次にコンパスミンゴですね。アクセルで使ってもいいし、コスト3で、召喚時1コアブーストっていう使い方もしてもいいし、っていうことで、3枚入ってます。で、最後、ゲルチキン、チキンナイトですね。チキンナイトが3枚。ゼロコストの緑っていうことで入ってます。で、次に、ブレイブカード。ダブルシンボル枠で、緑魔人が3枚と、赤魔人が3枚、2枚ですね。2枚入ってます。で、ガオー・ケルベロード。これ制限カードで1枚の採用です。で、マジックカード、トライアングルドラップ2枚と、ストームアタック1枚。で、スピリットなんですけども、アクセル枠の採用で、王星坊エースですね。
まあ、アクセルで、まあ、トライアングルトラップみたいな効果を持ってますが、召喚時効果でね、コアブースト、3個、はい、できるんで、命が張ってある状態でも、コアブースト、ね、まあ、コア増加が狙えるカードなんで、2枚だけ、はい、入ってます。で最後は、まあ、戦場息づく命3枚と、あとはね、ブレイブに、走行を与える聖域が1枚入ってます。まあ、聖域でここら辺が全部走行を持つんで、はい、ということで聖域が1枚入っております。はい、こんな感じになりました。デッキ40枚ですね。うん、まあ、元々あったのが、3年4年ぐらい前に流行った、木星北斗って言われてるデッキタイプなんですけども、まああれをね、はい、久しぶりにリメイクしてみようかなっていうことでこんな感じになりました。まあ、構築済みとか結構割と安いカードかな、AUIPが高いのかな。はい、まあ、こんな感じのデッキ構成になっております。あとはダンデラビットをね、ちょっと何かに変えようかなっていうのだけ、はい、今後の課題になっております。ということで今回は、デッキ紹介の、木星北斗のデッキ紹介でした。